ターをしていきたいと思います。優勝のコールを聞いたとき、どのようなお気持ちでしたでしょうか。そうですね、今日はもうあの優勝を狙ってきたので、ちゃんと優勝できて良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。パートナーの先生も一言ください。ありがとうございます。この競技会に向けてどのような練習に取り組んできたんでしょうか。もちろんこの競技会に向けて今週も調整をしてきたんですけれども、一試合一試合、当然僕たちも大事にしてますので、このコンペだけではなく日頃練習を鍛錬を欠かさず、しっかりと本番にいいパフォーマンスできるように練習してきました。あと毎週踊り込みをしっかりやってきてますので、若い子たちと刺激をもらいながら、今日はちゃんとした背中を見せれたんじゃないかなと思います。素敵な素晴らしいダンスでしたよ。ありがとうございます。今日の優勝、今の気持ちをどなたにお伝えしたいでしょう。今日僕の生徒さんや、両親応援しに来てくれているので本当にありがとうございます。応援団の皆さんも今日の優勝はさぞかし嬉しいかと存じます。本当におめでとうございます。それでは最後に今後の目標をお二人のお口から皆さんに届けてください。はい、あさってから、僕たちイタリアに留学しまして、10月のロンドンインター、そして、帰ってきて10月の全日本、11月の統一全日本と試合が続くんですけれども、そこも一つ一つ階段として上って、将来的にちゃんと日本チャンピオンになれるように頑張りたいと思います。はい、今日は優勝本当におめでとうございました。高橋良心、辰巳ゆりあくんです。